コンストラクションツールは、コンピュータ上でシステムを構築する上で必要とされる、汎用的な手順を、あらかじめ用意された命令により代替、もしくは補助する、ソフトウェア、または、プログラムの総称。ソフトウェアフレームワークの一種。コンストラクションソフト、または、単に、コンストラクションとも。システム上で必要な特定のルーチンを、 実行するための命令をコマンドとして扱い、処理するという点においては、ライブラリーやコンポーネントの発想に近いが、それらと決定的に異なるのは、完成したシステム自体で完結する、もしくは、システム部分を専用のライブラリーで代替する、ことにより、実行ファイルとして動かすことができるものが大半で、あるという点である。 プログラミング技術を持たなくても一定の使用を確保できることから各分野における入門、体験用ツールとしてあるいはエンジニアの負担を減らすためのサポート手段として幅広く用いられている。独自のユーザーインターフェースを持つものも多く特にコンピューターゲームの分野において顕著である。コンシューマーゲーム機などにおいてもいくつかのコンストラクションツールが発売され人気のあるものは シリーズ化されることも少なくない。処理を肩代わりするといった点でゲームエンジンと共通する部分も多いが、コンストラクションツールはあくまで外部からシステム構築するためのツールであり、システムの一部として内蔵されるゲームエンジンとは性質が異なる。また、ノベルゲームを作る際に用いられるスクリプトエンジンなどもコンストラクションツールの一種として扱われることが多い。 などなど詳細は、スクリプトエンジンを参照のこと、など、詳細は、ウェブオーサリングツールを参照のこと、ありがとうございます。